じゃこんにちは。てな、ちょっと待って、どうしました？ちょっと怒ってることが。何ですか？プロスピ。え？出た。プロスピ。プロスピ。はいはいはい。前回よりは数字は上がってんだけどさ、はい、他との比較で比べると、はい、なんか数字が低いんじゃないのみたいな、まだ。なんか、パワプロの時も意見申しましたけど、そうそう、プロスピでも意見を申すんです。ちょっとプロスピもこう、ちょっと低いかな。ゆたかさん、あれ去年かな、うん、OB で出てきてるんですよ。まあ、たびたび何回か出てきてるんです、うん、OB で。今日もダルビッシュの、はい、なんかこう、ちょっとしたラジオを聞いてたらね、はい、プロスピやってたみたいで、はい、あ、高木豊さん、また出てきたよって、なんか鬱陶しがられてたんだ。だけどさ、まあそういうこともあって、はい、まあ登場してるなというのが分かって、はい、まあ数字はどうなってんだろうと思って、うんうん、私豊さん持ってないんですよ。ああ、なので豊さんを持ってる帯を引いたスタッフの子に聞きました、うんうん、豊さん現在ですね、なんか使えないらしいじゃん。使えないっていうか、僕は使ってないと言っていました。なんだよそれお前。まあセカンドですよ、豊さんの守備。ああ、そうそうで、あの、あるんですよ、セカンドでも守備がいいと A とか B とか C とか D とか下がってる。一番いいランクが A なの、 S?A です、A、 A です、はい、A で、まあ、そこでもういろいろ数字も出てくるんですけど、うん、豊さんはご自身的に自分の守備、うん、自分で何だと思われます？まあ、菊池に抜かれるまで10割で、うんうん、記録保持者だったからね、うん、9割9分7厘の守備。失策をしなかったというね。いや、失策は2個したんだけど、菊池はしなかったの、はいはい、ね、当然 A でしょ。 A 日本記録だよ、B、 何セカンドで B、 なんだよそれ。まあでも菊池選手もね B なんですよ、そこは。でも日本記録だぞお前、うん、でもどういうことなの。でも A の方もいらっしゃるんですよ。誰？辻さん。ちゃんか。同級生の、まあ、お世話になってるしな。まあね、チャンネルも出てきて、来てくれてる、ね、てます。まあ確かにうまかったよ。でもこのやっぱり A と B の差があるってことなんですよ、豊さんと辻さんの差が。やっぱ辻さんだったら使いたい。使いますね。使います。使います。使いま す, いやいます。そんなに顕著にあの数字通りにプレーが出てくるもんなの、はい、プロスピって。どう B の場合だとやっぱあんまりエラーはしないかなっていう印象はあります。そうだ。でもやっぱ A と B の差っていうのは、 A と B の差は B と C の差が少しあるんだ。あ、じゃあ豊さんは、あ、じゃあまだか。いやでも納得いかないな。E メロ B ですよ。数字は、まあ、あのよって違うんですけど、 B の72。あ、だから上の方じゃないですか。いや上はいくつなんだよ、辻はいくつなんだよ。だって辻さんはもうまずランクが違いますから。A 比べちゃいけないの。ダメですよ、比べるランクじゃないの。で、まあ1軍、例えば 1.5 軍とか。なるほどな、うん、その落ち込まなくていいんですよ豊さん、うん、大丈夫ですよ。で、あとミーとパワー、総力っていうのがあるんですよ、うん、野手には、うん、ミートにも ABC、 パワーにも ABCD、 総力にも ABCD っていうのがありまして、皆さん例えばミートはどうでした、ミート率。俺14年間の現役生活で8回3割打ってるんだ、はい、お、だからミートは相当高いと思う。相当高い、もうミートボールだから。これでランクが1個ね下がったかもしれないです、プロの方が見て。いやいや、いくつだ B、 B、 はい、79の B。 これどっち使える。あ、でも守備の B で72だったら、はい、79、あ、守備がね72、守備が70、うん、で79だったら、 B の79だったら、はい、A には80からじゃない、うん、80から。だからもうちょっとなんですよね。お、それな、もうちょっと。なんか俺の人生みたいだな、あと一歩足りないみたいな。そんなこと。なんかさ、寂しくなるよね。一つ足して A はならんか、おい。その一つは何なんでしょうね。え、実際試合で使ってミートはどう。あ、分かった。え、通算打率3割いってる人は多分 A なんじゃないの。通算打率は2割9分7厘おし、あ、だからか。多分もうちょっとなぜ頑張らなかったんですか。いや、頑張れなかったんで、もう体ボロボロで。そしたら今頃ね、ここが A だったか。ミート、実際の試合では、はい、ここぞという時のミート率っていうのは豊さん。でも79だと結構大きい。使ったことはあります。どうでした。
定はしなかった。それは技術の問題じゃないのか。操るね。そうだそうです。言ってくれ。そうだ。じゃあパワー、次パワー。パワー、はい、これパワー ABCD ありますけどね。じゃあ C ぐらいか。正解。あ、まあこれはね、俺はあの張り合うつもりはない。だ徹してたから。あ、なるほど。そんなにホームランっていうのは頭なかった。なるほど。じゃあここはもうだと打ちたかったけどね。はい、69の C でいいかなっていう。69、はい、まあいいや。いいですか。69も B に上がるギリギリのラインでしょ。あ、そうだ、ね、おそらいいじゃん。なんでいつも一つ足りないんだ。はい、頼むよ、一つ足してよ、ね、ただ豊さん、はい、最後自慢の足です、走力。はい、うん、もうこれはね、俺自慢は決して足ではなかったから、ミートだったから。ああ、そうだったんですか。あ、そりゃそうよ。でもやっぱスーパーカートリオでやっぱりね、どうしてもイメージあるので、まあイメージだな、イメージ先行だな。はい、ここはどうでしょう、走力は。これは A でしょう。正解です、84の A。 これ現役で言うと近本選手と同じです。まあ複雑だな、はい、でも彼は2年連続トリオを取ってるからさ、はい、俺1回しか取ってないし。あ、でもあの時モサがたくさんいましたからね。いたいた。いや、もうまあ、ね、走り屋ばっかりだ、走り屋は暴走速ばっかりだ。そうですよね。だから今だったらもしかするとスーパーカタリオンって暴走速だから、うん、完全走り屋ですもんね。もう至る所走ってたから信号無視で、信号無視で本当にそうですね、うん、ただ現役で言うと例えば周東選手なんかは86の A ですね。にしか変わらないの。はい、世界記録持ってんだよあの周東。周東選手、はい、それ2個でしょ。まあ、これは満足だな。ちょっとな、これは満足、うん、で、あのハムの西川選手、うん、さらに上行って87です。ちょっと納得いかない。ちょっと納得いかない。いや、でも彼もいい足してるよね。あ、やっぱそうなんですね。あ、認める認める。だって失敗が少ないもん。あ、そうなんですね。本当に慎重に走るタイプだから。お、うん、これ品のいい走りする。あ、品のいい走り。もうめっちゃ品悪かった俺ら。暴走族だからね。とにかく走れてくる、ね、走れてくる。ちなみに私が持っている OB っていうと、例えば野村健次郎さんとか持ってるんですけど、はいはい、これ2020のシリーズ2の OB で、うん、健次郎さんはショート、守備が、守備いくつだと思いますか。豊さん B ですよね。まあ B だろ。そうです、 B です。 B のいくつ。 B の76。え？え？俺72だよね。はい、いや、それはちょっと納得しなくなったな。え、な、いや、健次郎は確かにいいプレイヤーだったよ、はい、で守備範囲も広くてさ、はい、ね、うん、足も速かったから、はい、いや、だけど俺あいつより守備はうまいわ。でも評価では下になってます。ちょっとおかしいな。でもショートだろ。ショートでです。ショートの評価とセカンドの評価ってまた変わるんだよね多分。あ、そうなんですかね。多分ね。ただ野村健次郎さんの適性はもうショートでしかないので、はい、もうここで固定になっちゃうんですけれども、はいはい、で走力は、走力は65の C ですね。あ、まあ、勝ってるね。勝ってます。パワーも65の C なので豊さんの方が勝ってます。ミートも66の C なので豊さんの方が勝ってます。あ、ミートは勝ってる。でもパワーは俺負けてても、あ、仕方ないなと思ったけど、いや、豊さんの方が上です。これ賢治の文句よ。あ、逆に今度出ていただいてね。出ていただいてもうボロカスだよ多分。逆に俺がこれかみたいな。あとね、私2018年の田代さんも持ってるんですよ。まあまあタイプが全然違うからな。パワーヒッターだから。田代さんは守備は C です、うん、サード、うん、これファーストとか外野に行くと E になってしまうんですけれども。まあまあ納得だな。いやいや、まあ、失礼じゃないお前。ひどい。いや、ひどくはないよ。そうですか。でも打ってくれてた人だから。ミートはね、やっぱ B、うん、70の B です。豊さんの方が上です。そりゃそうだろう、ね、うん、ただね、パワー A だ、76の B です。あ、まあまあそうかもな。そうですね、うん、で走力は60の C です。うん、ほとんど走らなかった人だ、ね、これ正しいってことですね。あ、正しいだね。おー、これは納得だ。なるほど。田代さん文句がない。ただパワーの部分では文句言うかも。あ、だから野村さんも田代さんもちょっとやっぱり訴えた方がいいっていうことですね。もうちょっと数字を言えば上がると思う。言えば上がる。なんか豊さんも言ったらちょっと上がったみたいな、ね、上がったみたいなとかね、里崎さんも言ったらちょっと上がったみたいな、ね、そうそうそう。今回の豊さんなんかあります。いや、やっぱミートをちょっと上げてほしいな。79の B なので
まあこれ自慢するわけじゃないけど、はい、14年間で8回の3割、はい、打ってんだもん。いやすごいですよ。あのベスト10の常連なんだから、はい、だからこれはちょっと A ちょうだい、ちょうだい。どのぐらいいいですか？ A の81ぐらい。あ、まあそのぐらいでいい。そしたらね、試合でももっとミート率も上がってくるし、もっと使いたいという。使えねえって言われたらさ、うん、なんかえみたいな、なんか責められてるみたいな感じになっちゃうから。全否定されてるね。いやいや、お前なんか使えねえみたいなさ、え、俺はどうやって生きていくのみたいな感じになっちゃうからさ、ゲームでもね。そうですよね。それは寂しいでしょ。やっぱりもっと皆さんに使って、ね、そうそうそう、欲しいですもんね、うん、その純正のその横浜のファンの方は、例えばあのクレイさんとかYouTuber の、そうだよ、豊さんのことをレギュラーにして使ってくだね。当たり前だよ、クレイが使わなかったらぶっ飛ばす。いや本当に。なのでじゃあちょっとコメントに、あの純正の横浜以外でも豊さんのことをベストメンバーで、はい、使ってる方いらっしゃったらぜひちょっと教えてくださいな。はい、はい。